本日紹介するカレーはこちら、黒毛和牛極トロカレー。送る、心伝わる、とろける笑顔。これなんだろうね、すごくリズムがいいけど、トロトロトロっとした感じが出てるよね。なんかね、心伝わる、とろけるっていうのが今にも液体になってしまいそうな。とろける笑顔っていうのはわかるわ。送る、心伝わるっていうのが誰から誰にっていう、ね、多分作った人から食べる人へ。極トロっていうこの言葉もすごく、なんかもう言葉のセンスが全体的にいいんだよね。極もトロもすごく食欲をそそる。それでは行ってみましょう。プレイズディッシュアップ。でっかいビーフ入ってますね。なんかトロットロしてる、極トロ。それではいただきます。とろけてとろけて、脂が食べてるみたい。脂っぽいっていう意味じゃないんですよ。もう本当にとろけてるからそういう表現になっちゃったっていうね。カレールーの味付けが結構薄め、ピリピリ辛いものは入ってるんだけど、黒毛和牛、これの味を楽しんでくださいと言わんばかりの感じ。本当に牛の味がする。あー、このルーっていう感じ。うん、感じって何回言うからね。こんな大きいの入ってるの、これ黒毛和牛。いただきます。でかい。僕人より口は大きいんです。顔が大きいから、自分の口が大きいことを恨んだね今俺は。うん、一口で食べるもんじゃない、あんな大きいもの。すごい柔らかいから簡単に切れます、スプーンで。あれを切ってルーとご飯と一緒に、なんでそうしなかったの俺。とっても柔らかくて美味しい。オッケー、もう大満足。カレールーの味付けが薄めだから、ご飯なくてもこれだけでいけると思う。むしろちょっとご飯と一緒に食べると物足りないかなという味付けになってますね。黒毛和牛極トロカレー、こちらのバンディポイントは20。バンディポイント、ビーフシチュー的であってカレーとしては少し物足りないかなという、そういう感じでしたね。今日のカレーはとってもビビカレー、僕の心はあれとあれとバウチー。